この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はパワーエレクトロニクスの技術を活用して 100V の乾電池を作ってみます。こちらの 100V を出せる乾電池の電源ですが、こちらの 1.5V の乾電池を一つだけ使います。実際この小さな電池1本からどれくらいの電圧を出せるのか気になる人多いかと思いますが、それをですね試してみるわけです。まずどんな回路構成にするかを考えてみました。直流高電圧とかで検索するといろいろ出てきます。まず一つ目がコック・クロフト・ウォルトン回路です。こちら非常に有名な回路で、直流高電圧を作るときによく使われます。ですがこちらよく見てみると交流電源が必要です。交流電圧を直流電圧に変換する回路です。ですが今回使うのは直流の乾電池です。ですのでこの回路ですと昇圧は少し難しそうです。交流電圧を交流電圧に変換、交流電圧を直流電圧に変換する回路はいろいろあるのですが、直流電圧をさらに昇圧して直流電圧にするという回路はですね結構難しそうな雰囲気です。例えばこんなフライバックコンバーターの回路なんかもありますが、こちらはですねこの変圧器の部分を作るのが少し難しいと。ということで今回は一番ストレートフォワード、そしてシンプルなやり方で進めていきたいと思います。こちらの昇圧コンバーターを使います。非常にシンプルな回路構成です。昇圧コンバーターはインダクタースイッチ、今回はパワーモスフェットを使います。そしてダイオードとキャパシターで構成できる非常にシンプルな回路です。動作原理をちょっとだけ説明します。分かりやすいようにここの MOSFET はスイッチに書き直します。この回路の一番重要なことは何かというと、こちらのインダクターに溜まったエネルギーをキャパシターに貯めると、インダクターからキャパシターにエネルギーを移動させることです。まずこちらのスイッチを閉じましょう。そうするとどうなるかというと、このインダクタンスと電池のループに電流が流れます。この時インダクターに貯められるエネルギーは2分の 1Li 事情です。この L はインダクタンス、そして I というのはインダクターに流れる電流です。そして次インダクターに電流が流れている時にこちらのスイッチをオープンにします。そうするとこのスイッチには電流が流れませんので電流が流れていくわけです。その電流というのはこちらのキャパシターに流れ込んでいきます。負荷がある場合はもちろん負荷にもこういうふうに流れていきます。ちょっと今回は負荷は邪魔なので消してしまいましょう。インダクターに溜まったエネルギーがキャパシターに移動していきます。この時キャパシターのエネルギーは2分の 1CV 事情です。 C はキャパシターの静電容量です。ちなみにキャパシターの電圧というのはキャパシターに流れる電流の積分です。この電流でキャパシターを充電していきます。スイッチはオフになっていましたが再びオンにしてインダクターに電流を流すと、でまたこのスイッチをオフにして今度はまたキャパシターの方に電流を流す、この動作を繰り返すことで昇圧していきます。インダクターに流れている電流でキャパシタをどのくらい充電できるか試算してみます。例えばこの回路です。1ミリヘンリーのインダクターに100マイクロファラドのキャパシタです。このインダクターに1アンペア流します。そうするとインダクターに蓄えられるエネルギーは2分の 1Li 事情、計算するとですね 0.5 ミリジュールになります。このインダクターのエネルギーがキャパシターの充電に 100% 使われたと仮定します。キャパシターのエネルギーは2分の 1CV 事情です。実際に計算するとキャパシターの電圧は 3.16V になります。先ほども説明したようにここにあるスイッチのオンオフを切り替えることでインダクターに貯めたエネルギーをキャパシターに移動させていきます。ちなみにですね、電圧が低い時というのはキャパシタの電圧は簡単に上がるのですが、キャパシタの電圧が高い時というのは昇圧が少しだけ難しくなってきます。というのもキャパシタのエネルギーは電圧の2乗に比例するからです。例えばキャパシタの初期電圧を 100V だとしましょう。先ほどと同じエネルギーをですねこの 100V のキャパシタに貯めてもキャパシタの電圧というのは 100.05V にしか上昇しません。こんな感じで昇圧していくわけです。ちなみに昇圧コンバーターについての解説動画は以前作成しています。そちらの動画も見てもらうと昇圧コンバーターについての知識がつきますので、ぜひ見てください。概要欄にリンクあります。昇圧コンバーターを作っていきます。昇圧コンバーターが実際に動くかどうか原理検証を先にしていきます。こちら一見のオリジナルプリント基板とインダクター、キャパシタ、パワー半導体などを組み合わせて昇圧コンバーター作ります。電解コンデンサー、インダクター、そしてパワー半導体です。こちらはダイオードです。出力部分のキャパシタです。原理検証をするための昇圧コンバーターが完成しました。こちらを動かしていきます。
表面はこんな感じで、裏面はこんな感じです。ちなみにこちらのブレッドボード型プリント基板、Amazon にて販売しています。もし使ってみたい方は概要欄のリンクから購入お願いします。では原理検証をやっていきます。こんな感じのセットアップです。電圧計がありますが、上が入力電圧、下が小圧コンバータの出力電圧です。では電圧を入れていきましょう。まず入力電圧を 5V に設定しました。今回電圧は2倍に小圧するよう設定しています。出力電圧は 9.5V なのでだいたい2倍くらいになっていますね。さらに電圧を高くしていきましょう。今度は、はい、10V です。そうすると 19.7V になりました。だいたい良さそうですね。ここでさらに電圧を高くしていきます。はい、おお、燃えてる。このように小圧コンバーターは問題なく動作していることが分かりました。ただ一つですね、問題があります。それは何かというと MOSFET を動かすための電圧です。これは MOSFET です。 MOSFET を動かすにはこのゲートソース間に最低でも 5V くらいの電圧が必要になります。ですが今回電源として使えるのはこちらの乾電池一つだけです。乾電池の電圧は 1.5V です。ここのゲートソース間に最低限必要な電圧の 5V には到底足りません。なのでこういった電源類を使わずに MOSFET を駆動するのってなんだか難しそうだぞっていう風に今なってます。で困ったなっていうことでディジキーで部品を探していたんですけど、なんとものすごい部品を見つけてしまいました。こちら村田製作所の製品で乾電池の 1.5V の電圧を 5V 程度に小圧するモジュールです。今回はこれを MOSFET の制御回路部分に使ってみます。作ろうとしている回路はこれです。先ほどの村田の電源モジュールで電池の 1.5V 電圧を 5V に小圧します。この電圧を MOSFET を制御するための制御回路部分に使うわけです。これで MOSFET をスイッチとしてオンオフできるようになります。そうするとこの電池の電圧を小圧コンバーターを使って小圧できるようになります。では実際に回路を作っていきます。毎度のことですがプリント基板を一から起こしています。そしてそこに使う部品はスポンサーのディジキーから購入しています。今回弱電系の回路は表面実装部品を使いました。そしてですねパワー回路の部分についてはスルーホールの部品を多用しています。早速組み立てていきます。プリント基板があってその上にステンシルを置きます。このステンシル穴が開いています。ステンシルの上にソルダーペーストを置いていきます。あとはですねクレジットカードとかでここをこすってステンシルの穴にソルダーペーストを押し込んでいくイメージですね。できました。ソルダーペーストを塗る前と塗った後の違いです。で下はソルダーペーストを塗る前、上はソルダーペーストを塗った後です。ソルダーペーストが塗ってある部分に表面実装部品を置いていきます。部品をすべて乗せ終わったので次はこちらのリフロープレートで焼いていきます。この上に乗せるんですね基板を。では焼いていきます。今加熱されています。温度どんどん上がっているわけですがこのまましばらく放置します。ハンダ溶けたみたいなんで取り出しましょう。はい、結構きれいにハンダ付けできました。まず制御回路だけで動作するか見てみます。単三電池1本入れます。電圧は 1.5V です。次に制御回路の電圧を見てみます。今制御回路に電池は接続されていません。このジャンパーを接続すると、はい、制御回路に電源が供給されて 5V の電圧が出ています。次に MOSFET のゲートソース間の電圧を見てみます。こちらに NE555 があります。そこからパルス波を出して MOSFET を駆動します。電源を入れると、はい、このようになりました。こちらのパルス波の振幅は 4.5V です。 MOSFET を駆動するには 5V くらい必要とありましたが 4.5V あれば一応駆動はできるレベルです。電圧のレベルについては問題ありません。この制御部分で小圧コンバーターの小圧比を設定します。ここにトリマー抵抗がありますがこの部分を調整します。こんな感じです。この状態だと小圧はそこまで高くありません。逆にこの状態にすると小圧比が高い状態になります。そのデューティー比ですね。オンの期間が長いほど小圧コンバーターの出力電圧は高くなります。なんか動きそうだぞってことが分かったのでパワー回路の部品もハンダ付けしていきます。電解コンデンサー 450V 100マイクロファラッドのものを使います。ダイオード、こちら 650V 耐圧です。N チャンネル MOSFET、 こちらも 650V 耐圧です。インダクター100マイクロヘンリーです。
こちらにあるように回路が完成しました。実際に実験してみます。電池を入れると、はい、まずこちらが入力電圧、電池の電圧ですね。 1.5V です。そして右が出力電圧です。入力電圧より低くなっています。これはまだ制御回路に電源を入れていないからです。ダイオードの電圧効果分だけ入力電圧から落ちています。では制御回路の電源を入れます。はい、昇圧されていますね。ちゃんと動いています。ここの可変抵抗で昇圧比を変えられます。こんな感じです。電圧を高くしたり低くしたり、なかなかいいですね。このように電圧を高くできます。問題なく動いて良さそうだっていうのは分かったんですけど、ここから 100V を作ろうとすると問題が一つだけあります。それは何かというと、こちらの一つモジュールだけで 1.5V から 100V まで昇圧しようとすると、インダクターにものすごい大電流を流す必要があります。そして乾電池一つだけですと、そこまでの大電流は流せません。流せることは流せるんですけども、電圧がですね 1.5V とかではなくて 0.7V とかまでかなり低下してしまいます。これは電池の中に内部抵抗があるからですね。あと大電流を流すので、こちらのインダクター最悪燃えてしまいます。それ以外にもパワー半導体は大電流に耐えなければいけません。ですので一つのモジュールで 1.5V から 100V まで昇圧するのは考え直した方が良さそうです。で、いろいろ昇圧するやり方を考えてみたのですが、このやり方が一番いいのではないかというふうな結論になりました。この昇圧回路を一つのモジュールとして、このように数珠つなぎにつないでいけば高電圧が簡単に作れるのではないかというものです。このような接続を従属接続と言います。カスケード接続です。例えば一つのモジュールで電圧を2倍にする回路だったら、ここが2倍、ここも2倍、そしてここも2倍、3つ接続すると合計でかける8倍の倍率になります。ですので、例えば 1.5V 入力だった場合、ここが 12V になる計算です。それ以外にも、例えばここが5倍、ここも5倍、そして最後の段も5倍すれば、5の3乗ですので125倍の電圧が出せるわけです。そうすると 1.5V の125倍なので、187V になります。というわけで、従属接続するためにこのモジュールをですね、いくつか作っていきます。で、モジュールを3つ作って従属接続しました。1段目で昇圧して、2段目でも昇圧して、で、そして3段目でも昇圧するというものです。実際に電源を入れていきます。結構高い電圧が出るかと思いますので、絶縁手袋もしっかりとはめてやります。では電源を入れます。はい、ちょっとピーって音がしてますね。ですけども、問題なく動いていそうな雰囲気です。電圧を測ってみます。はい、来ました、 156V。 ということは、こちらの乾電池の電圧 1.5V ですが、それの100倍ですね、昇圧できています。3D プリントでこんな電池型のケースを作ってみました。中にはモジュールが3つ入っていて、ここに電源用の炭酸乾電池を1つ入れると、プラス極の金属ですね、そしてマイナス極はこちらに貼ってあります。本体後ろ側にオンオフのスイッチがあります。蓋を閉じて、なんかこんな感じで結構電池っぽくなるんですね。これ結構面白いですね。こちらの 150V 巨大乾電池なんですけども、通常の電池と同じように常時 150V 出していると、非常に危険なデンジャラス位置検仕様になっています。ですので、念のためここにオンオフのスイッチをつけています。ただこちらもオンになっている LED インジケーターとかつけていないので、スイッチオンオフだけで判断するというですね、割とデンジャラス位置検な仕様になっています。こちらの巨大乾電池の電圧を改めて測ってみます。ちゃんと針が刺さっていますが、 144V ですか、しっかりと電圧が出ています。ちょっと実験をしてみます。通常の乾電池、電圧が低いので、こちらの端子両端を短絡させたとしても火花は散りません。ですけども、こちらの 150V 乾電池ですとどうなるのか実験してみます。こちらにシャープペンシルの芯を用意しました。短絡してみます。おお、結構しっかりパチパチなりますね。おお、さすが電圧が高いだけのことはあります。ういういうい。
電圧がちょっとですね下がってきますね。これ中身乾電池が一つだけなので、パワーとしてはやはり非力です。多分負荷取るとですね結構電圧下がると思いますね。 50V くらいまで下がるんじゃないでしょうか。おお、結構飛んだな今。結構パチパチ言ってるの聞こえますでしょうか。一度短絡して放電してしまうとこのようにですね電圧が上昇するまで結構時間がかかるようですので、連続して放電すると火花はなかなか飛びません。ちょっと時間を置くと大きい火花が飛びますが、短時間しか置かないと火花はほとんど飛ばないような状態になってしまいます。これはですね中の昇圧回路の充電に時間がかかるためです。ちなみに負荷を取るとどうなるのか、こちらの抵抗で試してみます。電圧計の標準を見てみると 50V を下回っています。無負荷の状態では 150V 出ていましたが、このように負荷を取ると 50V となって途端に電圧が下がってしまいます。昇圧回路に負荷を接続すると電圧が低くなってしまいました。これにはいろいろ理由があるのですが、今回はおよそ3つあります。まず1つ目が電圧のフィードバックをしていないことです。このように電圧を変換する回路ですと、通常は電圧を監視する分圧抵抗があります。このように制御回路に電圧を入力します。そこから計算されたパルス幅を MOSFET に入力します。それでですねうまくフィードバックが働いて、負荷の出力電圧は常に一定になります。ですけども今回はフィードバック制御はしていません。こちらの信号は決め打ちで入力しています。なので負荷の電圧が下がってしまうわけです。で、2つ目なんですけども、こちらのインダクターに流れる電流が昇圧回路では非常に重要です。電流連続モードっていうのと電流不連続モードっていうのがあります。その動作モードによって昇圧比が変わってしまいます。今回は動作モードの計算はしていません。ですので負荷の電流によってモードが変わってしまって、予想通りの昇圧はできないということになります。そして理由の3つ目です。こちらの乾電池ですね。で、実は乾電池に電流がですね常に1アンペア程度流れています。この1アンペアという電流は炭酸乾電池にとってはかなり大きな負荷です。このくらいの電流を電池に流すと 1.5V が 1V くらいまで電圧が下がってしまいます。入力の電圧が下がるということは出力の電圧も同じように下がってしまいます。こういった理由からこちらの 100V 乾電池に負荷を接続すると電圧が下がってしまいました。というわけでまとめていきますが、こちらの乾電池電圧は 150V 程度まで出力することができます。ただ負荷を取っていくとそれに従って電圧も低下していくということが分かりました。今回こちらの中身に使っている炭酸乾電池は1本だけです。この炭酸乾電池をいくつか並列接続にすればもう少し昇圧できる可能性はありそうです。電源に使っている電池をもっとしっかりしたものにして、そしてですねモジュールの従属接続の数を増やせば、だいたい 3kV くらいまでならこの回路構成でいけそうです。ただ今回やってみて分かったことは、昇圧回路自体をですねなんとなく動かすことっていうのは簡単なんですけども、しっかりと動作させようとするとかなり難しいということが分かりました。というわけで今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。皆さん、ディジキー日本語 YouTube チャンネルあるのご存知でしょうか。そちらで新しいシリーズが始まります。高校数学から始めるベクトル解析シリーズです。物理的な位置、速度、加速度、電気的な磁場、電場はベクトルで表されることが多いです。このシリーズはそもそもベクトルとは何か、ベクトル解析の勾配、発散、回転を習得してそれらを設計に役立てようとするシリーズです。このシリーズの動画概要欄を見てもらうと分かるのですが、それらベクトルを可視化して分かりやすく見るための Python プログラムも無償で使えます。こちらのシリーズ、学校の授業と同じように数式を書きながら覚えてほしいとのことなので、ぜひですねこちら挑戦してみてください。概要欄のリンクからどうぞ。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。